日本の特集は絶対に欠かせない。こんにちは。近年日本の文化が世界から注目されていることをご存知の方も多いかと思います。イギリスの公共放送局である BBC では毎日のように日本の話題を世界に発信しています。 BBC の記者は日本の人気の高さに、日本はこのまま世界を征服できるかもしれない、それだけ日本は素晴らしい国だし、これは全世界に伝える必要があると思うんだと語っているそうです。なぜ世界的にも有名な BBC がこれほど日本への思いが強いのでしょうか。また日本が世界を征服できるとは一体どういう意味なのでしょうか。今回は実際に BBC で取り上げられた記事や話題を紹介していきます。世界が認める大人気の日本映画。 BBC ではニュースをはじめ、ドキュメンタリーやドラマなど幅広い制作活動を行っています。 BBC はイギリスの放送局なのですが、近年は日本に高く関心を持っており、日本経済や社会問題、日本の文化についてなど様々な特集が放送されています。なぜ BBC がこれほど日本を高く評価しているのか、それにはいくつかの理由がありました。それは日本の経済力の高さや積極的な科学研究です。他にも日本の音楽や幅の広い日本文化なども評価の高さにつながっています。特に日本の映画は海外でも大人気で、 BBC でもしょっちゅう取り上げられています。昨年2023年に公開された日本のアクション映画ゴジラマイナスワンはアメリカで大ヒットしており、 BBC でも大きく取り上げられています。ゴジラマイナスワンは超大作のハリウッド映画に比べて予算がかなり少なく、わずか1,500万ドル、約22億円の予算で制作されています。しかし予算が低いからとクオリティを下げることは決してなく、たくさんの高評価を受け、見事大ヒットとなりました。ゴジラマイナスワンはハリウッドなどの大作映画とは違い、プロットがとてもシンプルであり、複雑かつしっかりとした人間味のあるヒーローが目の前の問題と向き合っていくヒーローの物語です。シンプルなアプローチが様々な人たちの心を動かすきっかけになったようですね。ゴジラマイナスワンは2023年12月1日にアメリカ全土で公開され、公開最初の週末では1100万ドルの収入を叩き出しています。その後ゴジラマイナスワンは英国、アイルランドでも公開され、全世界興行収入は140億円を突破しています。ゴジラマイナスワンを見た人たちは、今回のゴジラはアクションだけじゃなくヒューマンドラマとしても心から楽しめたよ、ゴジラファンの僕には最高だった、友達に誘われて見に行ったの、今までゴジラに全然興味がなかったんだけど、とても感動したわ、まさかゴジラを見て泣く日が来るなんて思っても見なかったわよ、などという感想が挙げられていました。アメリカの映画レビューサイトであるロッテントマトでは、批評家のスコアがなんと 96% と高い数字を叩き出しており、さらに観客スコアは 98% の高評価となっています。さらに BBC とは別のアメリカのテレビ局の三大ネットワークと言われている NBC でも、ゴジラマイナスワンの大ヒットがハリウッドに教えることという題材で特集記事を公開しており、ゴジラマイナスワンへの注目がさらに集まってきました。ゴジラマイナスワンの監督、山崎隆氏は、ゴジラマイナスワンの大ヒットにこうコメントしています。今回の映画ではよくある怪獣同士の戦いをあえて出さないようにしました。怪獣が戦うことは可能ですが、戦いだけでは私の思いを伝えられないと判断したからです。ゴジラマイナスワンには人間臭さのある物語が必要だと考えました。なので、今回人の心境を繊細に書き出せるように意識をしながら映画を制作したのですが、こうして世界中の人たちから高く評価していただき、とても光栄に思います。日本の映画や映像作品といえば、スタジオジブリなどアニメーション映画も世界でとても人気ですよね。毎年日本ではたくさんのアニメ映画が発表されていますが、
近年 BBC では君の名はが特集されていました。なぜこの作品が注目されたのか、それは中国で君の名はが大ヒットしたことがきっかけです。中国では君の名はが過去の邦画作品で最もヒットした映画と言われており、2016年12月に公開をスタートしてから約91億円の興行収入が中国で得られたのです。また中国の映画を評価しているサイトでも高い評価が得られており、口コミの多くはとても美しい映像に惹かれた、何度でも見たくなる作品、感情移入がしやすくてとても良かった、涙なしでは見られない映画、見終わった後の満足感、それに私も頑張ろうって思えるの、というような意見が多く見られました。若い世代を中心として感動の声が多い作品となっています。中国の若者世代に向けたエンターテインメント市場はとてもすごい勢いで拡大化していて、あと数年もすれば市場規模が8兆円を超える見込みとされています。中国の映画専門家は君の名はがたくさんの中国人の心に響いた作品だと分析しているようです。この作品は中国のみだけでなく世界中でも大ヒットしています。第42回ロサンゼルス映画批評家協会賞ではアニメ映画賞を受賞しており、スペイン映画祭でも有名な第49回シッチェス・カタロニア国際映画祭ではなんと最優秀長編作品賞を受賞しています。日本の作品がこんなに立派な賞に選ばれているなんて嬉しい気分ですよね。さらに韓国の第18回プチョン国際アニメーション映画祭では長編コンペティション部門で優秀賞と観客賞を獲得、見事に快挙を成し遂げています。他にも日本のアニメ作品といえばスタジオジブリ作品が幾度も BBC で特集されています。皆さんもまだ記憶に新しいと思いますが、2023年の夏に公開された君たちはどう生きるか、こちらの作品は宮崎駿監督の最後の作品になるであろうと世界的にも注目されています。この作品について BBC では可愛くて少し不気味な生き物が何とも印象的、食べ物がとても美味しそうに描かれているし、空の風景がびっくりするほどとても美しい、宮崎駿監督の作品はすべて楽しさがある、ファンにはたまらない作品となっているだろうと高評価を上げていました。この作品は公開が始まってから海外でも大きく反響を呼んでおり、ロッテントマトの情報では28名すべての批評家が 100% の高評価レビューを出しています。同年9月にはトロント国際映画祭で観客賞3位という結果になり、ニューヨーク映画批評家協会賞やロサンゼルス映画批評家協会賞などアメリカを中心に映画賞を獲得しています。さらに第81回のゴールデングローブ賞の最優秀長編アニメーション映画賞も獲得、第96回アカデミー賞でも長編アニメ映画賞の選考対象となっているため世界中から注目されています。この日本のアニメ業界は海外で成功することで重要な収入源の確保にもつながります。 BBC では日本の人口が高齢化しているということと共に新しい需要を作るのは海外進出をするために重要なことであるという見解を示しています。日本の映画がこれほど発展できたのは国内の自給率の高さが関連しているのではないでしょうか。個性的な実力派日本人アーティスト。近年、日本の音楽は世界で注目されるようになってきました。BBC は日本のアーティストであるオフィシャルヒゲダンディズムに注目しているそうです。彼らは年間で約4000億円以上の経済効果を出していると言われており、4人グループのバンドがこれほど国の経済に影響を与えることは世界でもほとんどありません。そこで BBC は日本の音楽がなぜこれほど世界的な音楽を生み出すのか、その背景を特集していました。日本は多様性と個性を尊重している。
そのフードが大きな役割を果たしているのではないだろうか。和の心を大切にしている日本人たちが個性を発揮し、それが高品質な音楽の制作につながっているのかもしれない。実際に今の日本は音楽を作るときにレコード会社や歌手、ファンが深く強い絆でつながっている。それが音楽がヒットする条件なのだろう。彼らは日本のアーティストが制作した楽曲は専門家の厳しい審査とレコード会社の検証プロセスによって高品質なものとなっていると指摘していました。ファンへのサービスも工夫を凝らしており、これも日本のアーティストが人気を高める理由につながるのではないでしょうか。日本の音楽は日本人の国民性によって支えられているのでしょうね。皆さんはジャズピアニストの上原ひろみさんをご存知ですか？彼女は静岡県出身のジャズピアニストで、アメリカのバークリー音楽大学を卒業後、世界中で演奏活動を行っています。彼女は2017年10月24日、BBC の人気番組である「レーター・ウィズ・ジュールズ・ホーランド」に生出演を果たしました。レーター・ウィズ・ジュールズ・ホーランドは1992年から続く BBC の老舗音楽番組で、ポール・マッカートニーさんやレディオヘッドさんなど世界的にも有名なトップアーティストたちが出演している番組です。そんな番組から上原さんがオファーを受けたのは、 BBC が主催している BBC プロムスというイベントで、1930年から1940年代のジャズを演奏するプログラム、スイングノーエンドに出たことがきっかけだったそうです。彼女のダイナミックかつ繊細な演奏にイギリス中の人たちが大歓喜したのだとか。その後、上原さんは日本人ジャズピアニストとして番組へ出演し、最高の演奏を披露しています。年々彼女のファンが世界中で増えており、アメリカのヘビメタバンドのメタリカのロバート・トゥルージロさんは、彼女は最高にかっこよくて最高に危険だ。最高の気持ちでパーティーしている気分になるよと話しています。他にも、テクニックがすごい、情熱的で聞き惚れる。彼女の世界観が最高。センスが個性的で最高。などという声がたくさん挙げられています。BBC を救ったパフォーマンス。BBC のある中継番組で、今までずっと低迷していた番組の視聴率が一気に上昇したことがありました。そのきっかけとなったのが、8月にスコットランドのエディンバラというところで行われたミリタリータトゥーというイベントです。ミリタリータトゥーとは、軍隊による音楽隊の演奏を披露する、日本でいう音楽祭のようなイベントです。軍隊の音楽は歴史を遡ってみると、戦闘中に敵を音楽で混乱させたり、味方を応援するために使われていたといいます。この音楽隊は戦闘の結果に大きな影響を与えてきたのだとか。そして長い年月を経て時代が変わり、戦闘の形態が変わっていっても、軍楽隊の文化は続けられており、今の形に収まったのです。このミリタリータトゥーはいろんな国の軍楽隊が集まって、パフォーマンスを行います。日本ではあまり見られませんが、世界中で大人気のイベントなんですよ。エディンバラ城では毎年8月の上旬から3週間ほど期間を設けてミリタリータトゥーを開催します。この大人気イベントを見ようと世界中から観光客が集まるんです。ミリタリータトゥーの一番の特徴は、スコットランドの伝統衣装であるキルトを身につけて、スコットランドの伝統楽器であるバグパイプを吹くことです。バグパイプはしっかりとした音が響き渡り、とても迫力があるんですよ。もちろん見どころは他にもたくさんあります。アメリカの海軍やインドの海軍など主要となる軍隊が集まり、世界中のパフォーマーたちが集まって、いろんな国のパレードや音楽、伝統を見ることができるのです。ちなみに日本の陸上自衛隊も2017年にミリタリータトゥーに参加しています。この時、日本は初めての参加なのにもかかわらず、最も重要とされているトリを任されたそうです。この時を振り返った中央音楽隊長である樋口貴弘一佐は、
初めての舞台で緊張はしましたが、憧れの舞台に立つことができてとても嬉しかったです。まるでオリンピックに出場した選手のような気持ちで、気持ちが高まっていました。トリオを任せていただくと分かったとき、お客さんたちは様々なパフォーマンスを見て、集中力が切れてきているだろうと考えました。しかし、自分たちが今まで積み上げてきた訓練の成果は、きっと皆さんに届くだろうと信じていました。結果、パフォーマンスが終わった後、皆さんから温かい拍手がもらえて、とてもほっとしたのを覚えていますとコメントしています。日本のパフォーマンスでは、濃い霧の中から音楽隊と抜刀隊が現れて演奏が始まります。和太鼓やホラガイなどの和楽器を使い、甲冑をつけた隊員による盾など、日本の文化や歴史をしっかりと詰め込んだマーチングが行われました。観客はみんな興味津々で釘付けだったそうですよ。赤い鮮やかな振袖を着た陸上自衛隊の松永美智子陸士長がスコットランドの民謡であるアーニー・ローリーを歌い上げ、会場は感動の声に包まれていました。このように日本の文化を込めた圧倒的なパフォーマンスに人々は魅了されました。観客たちはスタンディングオベーションで応えて、日本のパフォーマンスを見ることができたことに感謝したそうです。日本のパフォーマンスは他の国と比べても圧倒的な存在感で、国際的な地位をより高めるきっかけにつながりました。そしてそれを放送したのが BBC です。彼らが中継したことでさらに感動が世間に伝わり、世界中に広がったのです。時代が進み、私たちの価値観はいい意味で変化しています。以前は経済力、軍事力が国の先進性を図る物差しとなっていました。しかし、今は文化力も同じように重要となってきました。文化力は言語や哲学、それに芸術や科学技術など幅広いジャンルがあるため、影響もかなり大きいのです。文化が素晴らしいほど他国にも影響が出ますし、他国の文化を積極的に取り入れていくことは昔からよくあることです。日本でも中国から仏教思想を取り入れてみたり、戦国時代には宣教師からヨーロッパの文化を取り入れることもありました。こうして文化を取り入れることは他国に圧力をかけるやり方とは違い、文化を通して国際的な影響力を与えることは反感も少なく、共感や同調性が得られやすいのです。そうして国同士の嫌な摩擦を少しずつ減らしつつ、良好な関係を築く大切な手段でもあるのです。また、日本の文化は独自性や深い歴史があり、世界中に大きな影響を与えていると言われています。古くから伝わっている伝統、習慣、マナー、それに最新の科学技術や芸術など幅広く発達しています。ここ数年はアニメや映画などの映像作品、音楽、食文化などが世界中から関心を持たれ、多くの国の人たちが日本の文化を楽しんでいます。ただ楽しいだけではなく、たくさんの人たちにインスピレーションを与え、異文化交流の架け橋にもなっているのです。海外の反応。さて、ここからは今回の話題に対する海外の反応を一部ご紹介していきます。日本の作品ってとにかくストーリーが好きなの。キャラメイクも素晴らしくて魅力的よ。BBC で紹介されたものは必ずチェックしているよ。BBC で日本の魅力を知って、さらに日本に興味が湧いたよ。確かに日本の平和主義的な考えは素晴らしいし美しいけどさ、今の世界の問題と比較してみると、少し現実逃避だと思う。でも、テレビで放送された日本の景色や食事は本当に素晴らしい。いつか日本に足を運んでみようと思うよ。日本の音楽は本当に素晴らしい。個性もあるし、聴くのが楽しい。世界で人気になるのもよくわかるよ。日本の作品が素晴らしいのはよくわかる。でも、それがきっかけで他国のいい文化が埋もれてしまわないのか、ちょっと不安。日本は食事が美味しくて最高だよ。食いしん坊にはたまらないね。BBC が日本ばっかり特集するから、他国のいいところがわからない。
日本は何でも長けててすごいよね。日本の文化に対してたくさんの意見がありました。中には他の国の文化が薄れてしまうという声もありましたが、それだけ日本の文化が多くの人に知られているという証拠と言えますね。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんの感想をぜひコメント欄でお聞かせください。この動画が少しでも面白いと感じたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。